商店街対抗いい将棋大会特別企画セレッソ大阪応援ナビゲーターが将棋をやってみたということですね。今回ですね、10月の10日土曜日に、商店街対抗いい将棋大会というものを予定しているんですけれども、そちらの大会を盛り上げるためにいろいろな企画を行っていこうという趣旨で今回させていただいております。申し遅れました。私はですね、e スポーツのイベント等で、実行や司会をしておりまして、今回の e 将棋大会でも実況を務めますパクマンと申します。よろしくお願いいたします。ということでですね、今回はあのプロサッカーチームセレッソ大阪の応援ナビゲーター4名と、将棋にまつわる企画に挑戦したいと思っているんですけれども、もう早速なんですけれども、皆様お待ちかねということで、応援ナビゲーターの方々を呼んでみましょう。こんにちは。こんにちは。ずっと映しておいてもらった方が良さそうな絵面ですよね。僕はいらないかなというふうに思うんですけれども、それでは早速なんですが、お一人ずつ自己紹介をお願いいたします。それではまずキズさんからよろしくお願いします。はい、こんにちは。セレッソ大阪応援ナビゲーターのキズさやかです。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。それでは続きまして柳田さん、お願いいたします。はい、皆さんこんにちは。セレッソ大阪応援ナビゲーターの柳田千秋です。よろしくお願いします。続きまして須田さん、よろしくお願いいたします。はい、皆さんこんにちは。セレッソ大阪応援ナビゲーターの増田亜美です。よろしくお願いします。最後に大西さん、よろしくお願いいたします。はい、セレッソ大阪応援ナビゲーターの大西美優です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。まあ、皆様、あのセレッソ大阪の応援ナビゲーターということなんですけれども、まずは見ている視聴者様方に、まあ、普段どのような活動をしているのかというのをご説明いただきたいんですけれども、どなたがご説明いただけますでしょうか。どうする？どうする？マスダ、どうする？あ、マスダが、はい、じゃあマスダでいきたいと思います。はい、じゃあ私たちはセレッソ大阪の応援ナビゲーターを務めさせていただいているんですけど、まずセレッソ大阪は J1 クラブで今プレーをしているクラブなんですけど、私たちはチームを盛り上げるベッタジアムでサポーターさんと触れ合う機会をいただいたり、勝った時には一緒に勝利ダンスを踊ったりなど、主にクラブを盛り上げる活動をさせていただいています。で、今はそのコロナウイルスに私たちが活動できる機会は少なくなってはいるんですけど、こんな感じでたくさんの人にクラブを知ってもらえるようなきっかけとなったらいいなと思い、この4人で活動を行っています。はい、ありがとうございます、はい、早速ちょっと気になったんですけれども、勝利ダンスって どんなものなんですかね。ちらっと見せていただいてもよろしいでしょうか。いっせーので、音楽がないとちょっと難しいんですよ。音楽ないと結構難しいんですよね。普段は音楽と一緒にこう踊って。そうなんですよ。そうなんですよ。あのセレッソ大阪がその勝った時に踊るダンスがあって、でそれはあの曲が流れればサポーターさんもその客席で踊ってるんですけど、それを私たちあのピッチにあの下ろさせていただいて、あの踊らせていただいてます。なるほど。これちなみにこれはどういう意味があるんですか。多分大阪の方だよねこれ。うんうんうん、違うの？多分そうやと思います。多分そう。まあその辺も楽しんでいただければっていう感じですね。はい、まあ、そういう形でもういろんなサポーターとあの接して、まあ、セレッソをもっといろんな人に知っていただこうというのが、はい、ナビゲーターの仕事ということですね。はい、はい、そうです。はい、わかりました。ありがとうございます。まあ、今回はですね、実はというかもうサッカーではないことはもう皆さん分かってるとは思うんですけれども、あの商店街対抗いい将棋大会なんですよ。なので、はい、ぜひ皆さん将棋ってやったことあるかと、将棋どんぐらい知ってるかなというのが気になりますので、あの経験をちょっと聞かせていただければなというふうに思うんですけれども、キズさんからよろしくお願いいたします。はい、将棋はですね、本当テレビで少し拝見するぐらいで、本当は一度もしたことがないっていう感じなので、
まあ、今回この機会をいただいて初めて挑戦するという感じです。それでは柳田さんはいかがでしょうか。私も将棋経験はゼロです子供の時に動物将棋はやってみようと頑張ったんですけど、それもちょっとよくわからず諦めたっていうのがあって、ちょっと不安だったんですけど、その事前にちょっと将棋のことを調べて、王将とか銀将とかそういう駒の名前と大まかな何をがどうなったら勝ちみたいなのは分かるようになりました。なるほど、知識はバッチリだということでよろしくお願いしますさあそれでは増田さんはいかがでしょうか。そうですね、私は棋士の藤井聡太さんいるじゃないですか、と同い年なんですね。そうなんや。そう、それでちょっとニュースで見るぐらいで、私本当にもう自分が将棋やるなんて思ってなかったので、調べてもわからなかったぐらいもう無知です、すいませんちなみに今一番背景上は将棋すごい上手そうなんですけどね。あ、ですよね、はい、見かけだりだけ和の感じがね、はい、ありがとうございます。それでは最後に大西さんよろしくお願いいたします。はい、私も将棋は今まで触れたことがなくて、今回初めてちょっと勉強して、なんとなく流れは分かるようになってきたんですけど、私もアミちゃんと同じであんまりまだよく分かってないです。 OK です。そうしましたら皆様おそらく同じぐらいの知識かなということなので、そうですね、まあ、おそらく盛り上がると思います。怖いそれではあまり将棋には馴染みがないということなんですけれども、まあ、この機会にぜひ将棋のことを覚えていただいたらなというふうに思います。それではまず最初の企画に参りましょう。最初の企画は将棋丸バツクイズ。イエイ。まずは将棋丸バツクイズということで、皆様の知識を試したいと思っております。私、はい、パクマンからですね、皆様へクイズを4問出題いたしますので、そちらのクイズはですね、すべて丸かバツかで答えられる簡単な内容になっておりますのでとても正解していただければなというふうに思っております。で、私がですね、答えをどうぞと言いましたら、まあ、答えが丸だと思った方は丸と、バツだと思った方はバツというジェスチャーをしていただければと思います。で、一回ちょっと練習をしてみようかなと思いますので、最初は丸からやってみましょうか。それではいきますよ。答えをどうぞ。まるいいですね。かわいいですね、これ。ずっとやっててもいいですかじゃあ続きまして、バツも練習をしていきます。それでは、答えをどうぞ。バツ。いいですね。皆さん、元気抜群ですね。ありがとうございます。さあ、それでは、もう、早くもクイズを出そうかなと。持っているんですけれども、皆様心の準備はよろしいでしょうか。オッケーです。大丈夫です。カンペとかは全部伏せてくださいね。カンペもしてるものあって全部隠してくださいよ。ズルダメですからね。いいですか。はい。さあそれでは第一問から行こうかなと思うんですけれども、やっちゃいましょうかね。もうやっちゃいましょう。いきます。それでは第一問。この駒の名前の読み方は。桂馬である。丸か×か。それではシンギングタイムスタート。いきなりシンギングタイムスタートって言ったんですけど、これ10秒考える時間がありますので、さあ桂馬なのでしょうか、どうなのでしょうか。ここまでとさせていただきます。それでは一斉に答えを出していただきましょう。答えをどうぞ。お、皆さん揃ってバツですね。それでは、キズさん、じゃあキズさんにちょっと聞いてみましょう。これなぜバツだと思われましたか。そうですね、一文字ちょっと多いかなって思ったり。なるほど、はい、答え方おしゃれですね一文字違うだろうという主張をしていますが、さあ正解はどうなのでしょうか。正解はよかった。ということで皆様見事正解です。
さあ、ね、キフさん見事正解されたわけですけれども、まあおっしゃってた通り、うーがいらないっていう感じでしたね。これも、はい、知ってましたか？勉強しました。さすがでございます。実践勉強ということで。やばいですね。これ皆様全問正解になってしまうかもしれないんですけれども、まあ、続いての問題に参りたいと思います。それでは続いて、第2問。この動きができる駒は、飛車である。丸か、×か。それではシンキングタイムスタート。さあ、この斜めの動きですね。飛車なのかどうなのか。さあ、刻一刻と時間が迫ってまいりました。それでは答えていただきましょう。皆様答えをどうぞ。おっと、これは分かれた。え、分かれた。バツが2人、丸が2人。ちょ、柳田さん、ちょっとそれちょずるくないですか？あ、丸です、丸です、丸ですね。分かりました。バツが2人、丸が2人ということなんですけども、では柳田さん、そちら、ちなみに誰が丸で誰がバツにしてるんですか？あ、なるほど、柳田さんと増田さんが丸でございます。そして、キムさんと大西さんが×です。これちなみになんですけど、それでちょっとなんかあの合ってるか合ってないかを決めようとしてません？え、すごいすごい。さあ、こちら斜めの動きなんですけれども、まあ、飛車であるという×ですよね。あ、丸を出されたんですよね。そうです、私丸だと思う。そうですよね。ということは、まあ、例えばこう斜めの動きをやる駒の名前も知ってるみたいな感じなんですかね。この動きができる駒があることは知ってます。あ、なるほど。なんかちょっと難しいというか、なんて言うんだろう、簡単な駒の名前ではなかったことも覚えてます。なるほど。じゃあなんかこういい感じに情報は出揃ってるから、まあ、そういう形で出してるということですね。そうですね。え、なんか、でもなんか漢字1文字だったような気がしないでもなくもないけど、丸ってやっちゃったからちょっと。柳田さん落ち着いて正解を見てみましょう。すべてはこの正解にかかっております。それでは正解は×やったものすごい顔でショックな感じですね、これは。さあ、柳田さん、×なんですよ。あ、なるほど。何も答えられることはない。でもこのコマのがあるっていうことは知ってました。こういう動きをするコマがあることは知ってました。ちなみにじゃあこの飛車というコマはどんな動きをするかはご存知ですか？なんか大西さんがすごい。こうですよね。そうですね。そうなんですよ。飛車というのはこう。めっちゃ。さすが。ですね。ちなみに斜めに動ける駒は角ですね。はい、角。ことになっております。勉強になります。ちなみに通称角なんですけれども、なんて言うんでしょう。正式名称は角行。角が行くと書いて角行と呼ぶ駒になります。正解は×ということで、早くも、1ポイントリードの選手が2人出てきたということになっています。そう。イエーイ。やったー。まだあと1本ありますので、皆さん優勝を目指して、急に優勝とか言ってますけど、優勝目指して。優勝する。優勝狙います。優勝したい。はい。それでは続きまして、第3問。相手の陣地に進むと、駒を裏返して、動き方を変えることができることをなると言いますが、この負が鳴った時の駒の動き方は金と同じである。さあ、丸か×か、シンキングタイムスタート。さあ、いきなりレベルが上がりましたね。長かった。そうなんですよ。これ10秒で足りるかな、足りるかな。さあ、終わりでございます。さあ、皆様お答えいただきますよ。答えをどうぞ。あ、これ、ん？じゃあ、こっちや。こっち。お、これは皆様、丸を出していますね。さあさあさあ、それでは、増田さんに聞いてみましょう。はい、すいません、スーパー勘です。お、なるほど。これ以上聞くことはないじゃないですか。申し訳ない。そうなんですね。なるほど。じゃあ、これはスーパー勘で、金。はい。あると答えていただきました。じゃあ正解を早速見てみましょう。正解は丸でした。やっぱ
ぱ勘が強い、勘が強い。さすがです。あ、もしかして2問目も勘だったんですか？そうです、さっきは勘が弱かったんです。あ、なるほど、なるほど。じゃあ今回は勘を取り返してイーブンにしたということですね。なるほど。まあこれでちょっとポイント差はつかなかったんですけれどもということなんですが、ちょっとこちらの説明をさせていただこうかなというふうに思います、はい、将棋でではですね、まあ自陣から敵陣に向かってこう進めていくことになるんですけれども、相手の陣地の3マス以内に駒が入った時に駒を裏返して成ることができるんですね、うん、でこの歩、これちなみに読み方は歩兵と読みます、うん、はい、こちらの歩兵は、通常は前にしか進めないんですよ、うん、ただ相手の陣地3マス以内に入った場合は裏返って金に、金と同じ動きができるようになるんですけれども、これ皆さん見てください。なんて書いてあります？赤文字で。と、と、そうなんですよね。これとって書いてあるんですけれども、これ通称と金と呼びます、はい。これがなぜとってあるかっていうのは、こう諸説いろいろありまして、例えば金と同じ読み方ができる、あの今昔の今っていう漢字あるじゃないですか。あれがあの金と読めるので、金っていうのを当ててそれを崩した字体であるだとか、まあ、金字体を崩してこうなったとか、でさらにもう一つ小ネタを突っ込みますと、裏を返してとって書いてあるのは歩兵だけなんですね。他の桂馬であったりとかもこの金になることはできるんですけど、そちらは本当に漢字の金っていうのを崩して、まあ、一目見ただけで金って読めるような形なんですけれども、じゃあなぜ不評がこのとという感じなのかが次の問題に関わってきますという第4問いってみます。怖い怖い。それでは第4問。対局スタートの時点で自陣に並べる負の駒の枚数は9枚である。丸か×か、シンキングタイムスタート。もうこれは勘でいくしかない。そうですね、うん、これは分かんない。はい、先ほどの、まあ、僕の小ネタに大きく関わってくるような問題ではあるんですけれども、さあこちらで終了です。さあ皆様、お答えいただきましょう。答えをどうぞ。これも分かれましたね。しかも分かれ方が先ほどと一緒ですね。あらあらあら、これはどうなんでしょうかね。ということで、木津さん、大西さんが丸、そして柳田さん、増田さんが×となっております。さあそれでは大西さん丸とお答えいただきましたが、はい、これはなぜ丸と思いましたか？私あの将棋盤を見たときに多分横あの列と段が99だった気がするんですよね。なるほど、柳田さんがちょっと首をかしげているぞ。これはいや、もしかしたら私は見たことないっていうあれかもしれませんよ。これは見たことがあります。その考え方があったかって思ってます。なるほど。ということで早速正解の方を見てみましょう。正解はさあ番が出てきましたよ。皆様で数えてみましょう。左から1、2、3、4、5、6、7、8。柳田さんありがとうございます。9です。はい、でございますということなんですけれども、こちらあの先ほどの小ネタの続きなんですが、9枚歩があるんですね。裏側に金っていう漢字をそのまま崩した漢字でこう書くと大変じゃないですか。なので歩だけ略して書いているような感じでトト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 って書いてあるんですね。なのでこれはもう将棋の駒を作る方がまあこうちょっと効率を良くするためにそうしているのではないかという一説でございました。一説、はい、ということで4問目終わりましたが、これ実はですねちゃんと計測をしておりましたので皆様のポイントがあります。さあそれではまず、お、なるほど、まあこれいわゆる1位と最下位しかないんですね。なるほど。じゃあまずは優勝の方から紹介していきたいと思います。栄えある第1回将棋丸バツクイズチャンピオンに輝いたのは、まあ同率なんですけれども、キズさん、そして大西さんです。おめでとうございます。悔しいです。3問正解ということでございますが、キズさん今のお気持ちをお聞かせください。もう最高に嬉しいですね。そうですよね、勝ちたいですよね。うん、勝ちたい。応援しててもやっぱ勝ちたいですもんね。
うん、勝ちたい。はい、ありがとうございます。さあ、大西さん、今の気持ちいかがでしょうか？え、も私も最高に気持ちいいですね。やばいですね。先輩方に。イエーイ、頑張ったね。あ、それでは、一応発表しなきゃいけないので、聞いていただきます。正解の方は、残念ながら、柳さんと増田さんです。そういう時もありますよね。あるある、まあ、とりあえず今のお気持ちを、増田さんからお願いいたします。もう正直に本当に悔しいんですけど、はい、これはもう前向きに次のステップで頑張りたいと思います。前向きに早いのは大事なことですからね。ありがとうございました。さあ、それでは柳田さん、いかがでしょうか？申し訳ない気持ちでいっぱいです。かわいい。しかもなんか、間違え方がすべて増田亜美とかぶってるところが、我ら仲がいいな。そういうことにしてます。こちらも切り替えが良かった。大事なのは、将棋だからさ。さ知識の問題、知識の問題。ちゃくちゃん、知識の問題だよ。バチバチにやり合ってるぞ、この人たち。皆様、本当にありがとうございます。そうなんですよ。ありがとうございます。ちゃんとまた将棋で、ね、対決してもらうことになりますので、いや、勝ちます。はい、頑張っていただければと思います。以上、将棋、丸×クイズでした。ありがとうございました。ありがとうございます。